京都の皆さん、こんにちは。我々東京都は新宿区でやってまいりましたよさこいチーム折り紙と申します。大変私事ではございますが、本日こちらの会場の演舞がチームとして第2作目の演舞メメントのお披露目の演舞となっております。演舞テーマはメメントモリ、ラテン語で死を思えという言葉になります。儚き命を燃やして踊る、そんな彼らの生き様をどうかその目に焼き付けていただければと思います。お手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。黒き闇より光を知りて、消えゆく定めに何を知る。折り紙第2作メメント。星空を知った影の形に
自分を知った、孤独の寂しさに、あなたを知った、傷の痛みに、優しさを知った、終わる花火に、今を知った。だから今、たまらなくこの世界が愛おしい。ありがとうございました。折り紙の皆さんでした。作中に登場するさまざまな描写などから、もがきながらも精一杯生きるという力強いメッセージを私たちにいただきました。それでは続いてのチームに参ります。続いて踊っていただくのは、大阪府を中心に活動している無限カジピトゥの皆さんです。あなたに思いが届きますように、あなたの心に花が咲きますように、あなたの朝が色づく。